としてこれからチャレンジしたいことですけども、まあ、あまりないというところが本音ですかね。私自身がですね、こう、いろいろこう、モチベーションを持って、何かこう、新しいことにこうチャレンジしたりとか、何かこう、取り組んだりとかっていうのは、何かこう、大きな目標があって、それに進んでいくというよりは、何かこう、目の前で起きていることに問題意識が芽生えたりとか、あるいは、誰かから仕事を頼まれたりとか、まあそういったことを受けて、まあ何かこう仕事をしたりチャレンジしたりっていうのが、まあこの十何年間は、まあ多かったかなと。なんかこう、すごい大きな野望があって、ここをこう変えたいとかですね、ここをこう自分のまあチャレンジしていく分野だというふうに位置づけたりっていうのはあまりなくてですね、どちらかというとその時々の自分の関心に、まあ、従って、まあ、動いてきたみたいなところがあります。なので、まあ、意思としてこれからチャレンジしたいことだっていうと、私自身は今全然ピンとこないんですね。むしろ今は、家庭との両立の話であったりとか、まあ、ずっとやってきた、まあ、休業と教育のことを、まあ、続けていきたらとかっていうところがメインで、過去新しく今チャレンジしたいなっていうところはあまりありません。で、今抱えている問題もまた次の問題が出てくるので、まあ、それに取り組むっていうのがチャレンジかもしれないですが、今何かこう新しい分野をとか何かこう違ったところでっていうところは、まあ、そんなに考えてないかなと。まあ、常に目の前にある問題に向き合っていくというのが、まあ、私自身のこれまでだし、まあ、これからもそうなのかなというふうに思います。